おはようございます。ご機嫌スタイルです。ご機嫌スタイルです。今日はですね、休日のルーティーンなんですけど、歯医者です。僕、虫歯がすごい小さい頃多かったんですね。中学高校と歯の治療ばっかりしてたんですけど、で当時銀歯を埋めてた歯が10本以上あったんで、だいたい1年前ぐらいから歯の治療というか銀歯を全部セラミックに変えるという治療を1年かけてやってます。歯のホワイトニングっていうのもだいたい1年に1回ぐらいですかね、やってました。とね、歯はね大事だなと思います。一番お金を今かけてるのは歯かなと思います。まあでもね、インプラントとかに比べたらそうでもないのかなって思いますけどね。こっちの銀歯と、あとここに上、下はほぼほぼ終わってます。今日下ラストです。めちゃめちゃ天気いいっすね。いや、ご機嫌ですね。今日はご機嫌な天気とご機嫌な車です。はい、着きました。小島しかさんです。それにしても真空エチェントは楽だな。止めるのが楽。駐車が楽。ご機嫌です。なかなかご機嫌流行んないんですけどね。営業マン関係なく、歯はすごい大事だなと思ってて、なぜ歯をこんだけケアしてるかっていうと、まず一つ目はなんですけど、歯ってすごい見られるんですよね。あとこの色とかね、汚れ綺麗さ、仕事していく上で、一つ印象を決めるものなのかなと思ってます。で、二つ目について言うと健康ですね。やっぱりどうしても僕、小さい頃から虫歯が本当に多くて、多分ね、母親がいなくて親父がずっと働いてて、おばあちゃんのところでずっと面倒見てもらったんですよ。で、おばあちゃんって孫にね、お菓子めっちゃ与えるじゃないですか。うちのね、清十郎のおばあちゃんもそうなんですけどね、お母さんよりね厳しいじゃないですか。なんでどうしてもね、多分お菓子ばっか食べてたんじゃないのかなと思います。で、そうするとね、やっぱ虫歯多くて、で当時やっぱ銀歯なんで、日本ではね、保険治療使えるのは銀歯なんで、全部銀歯だったんです。多分12、3本あったんじゃないかなと思います。で、まあいろいろね、これネット記事とかも見てもらえばいいと思うんですけど、僕は多分ね、本で読んだんですけど、唾液によって少しずつ溶かされて体内に吸収されていくので、まあこれ自体ね、なんとなくこう違和感を覚えるというか、金属の飴玉をずっと舐めてるんですよ、四六時中。考えられなくないですか。これからなんか体に悪影響あったりとかね、出てくるのをちょっと一旦ここで抑えようかなというところもあって、ちょっと本当にこう表面的にいらない金属っていうのはちょっと、金属でないものに、健康被害が少ないものにちょっと変えていこうかなっていうところですね。なので今の2点、人に対する印象をまず良くするっていうところと、金属を体にこう入れていかない、まあ、健康の部分で、投資をしていくっていうところで歯のケアを行ってるという感じです。はい、あとホワイトニングについて、しっかりお話しすると、ホワイトニング関して言うと、僕は本当に3年に1回とか、多くて1年に1回で、オフィスホワイトニングです。基本的には歯医者さんに行って、上下、きちんとそこで歯石と、まあ、歯石はもちろん半年に1回ぐらい取るんですけど、取ってしっかりとオフィスでホワイトニング、大体を、2時間ぐらいかかったりします。とあとホームホワイトニングも、ね、一応型取ってやるんですけど、まあ本当たまにですね、やるって感じです。
基本的にはオフィスホワイトニングを僕は一旦まずはおすすめします。いろいろあの通販とかネットでホワイトニングできる歯磨き粉とかなんかいろいろあるじゃないですか。正直言って僕めちゃめちゃ試したんですよ。効果なかったっす。結局まずはオフィスホワイトニングでがっつりやっちゃうのが一番だと思います。ちょっと費用はね歯医者さんによって違うと思うんで、上下やったら5万から10万ぐらいね、幅はいろいろあるし溶剤によってねいろいろ多分違うと思うんですけど、あのオフィスホワイトニングがっつりやってもらった方がいいと思います。はい、今日は休日ルーティンこんな感じです。必ずまあ月に週に1回、ないしは、月に3回ぐらいは歯医者に今行ってます。それではご機嫌な一日を。